それでは登っていきます。次ですね。登山を開始しました。現在の時刻は13時18分です。なんと霧島神宮ですよ。2回動いてますね。まず1個目がこちらですね。元宮っていうのがここ、そしてセカンド、ここに書いてますね。セカンドって書いてますね。の霧島神宮が今のところですね。なるほどね、2台目になるんですよ、ここは。じゃあ1台目に出会うためにはやっぱり登らないと会えないんですね。いいですね、登りましょうぜひ。はい、というわけで、登山道に入ります。いやー人が多いね。観光客がめっちゃ多いっすね。やっぱ車で来れるから、しかも結構なんだろう、ちょっとしたお散歩で美山霧島が見れる場所もあるので、美山霧島を見たい方々がいっぱい来ておりますね。もう2時ぐらいかな、ようやく登り始めって感じです。1時半、こっからだいたい2時間ぐらいかかります。まあゆっくりゆっくり行って、到着は17時ぐらいがいいんじゃないかな。ゆっくりゆっくり歩けば。はい、水をね、入れるのを忘れてました。ビジターセンターに戻って水を入れてきました。ついでにですね、ちょっとビジターセンターの方で避難小屋に泊まれるかどうか確認したら、まあ大丈夫だということで、で、明日の朝のバスがですね、早くて15時半らしいので全然ないんですよね。こっちに来るバスはですね、いっぱいあるんですけど、朝あるんですけど、ただ帰りはないということなんで、もう歩いて帰ろうと思います。ピストンですね、下まで。もいや気合い入れて来るの早かったな。午後からスタートでもよかったんじゃないかっていうぐらいだな。結構急登が続いてます。お、なんかちょっと展望台にたどり着いたよ。美山霧島ちょっと枯れたか。おー、すげえ。あ、これはいいね。わあ、すごい。あちらは中岳ですね。結構距離ありそうだね。美山霧島満開ではないんでしょう。結構咲いてます。お、Q&A です。おはちの肌、山肌が赤いのはなぜ。A 鉄分、 B 銅分、どっちが含まれるか。山肌、砂に含まれるのは鉄分ですね。はい、鉄分です。やった。高温で溶けた物質があってマグマと呼ばれ、これが地下に地上に噴出して冷えて固まる火山。マグマに鉄分が含まれていると空気中の酸素と結合して赤く錆びますだって。なるほどね、錆びなんだよね。じゃあ鉄が錆びてる。赤いね、確かに。ちょっと見に行きましょうか。これ面白いですね。霧島山一帯には赤松の林が各所見られます。おはちの砂地の下の部分の一面の緑色のこの木の林です。赤松は新しくできた溶岩流の上などに最初に生える植物で、
この木が落ち葉を落として土を作り始めると。なるほど。赤松の種は強い太陽光線を受けるとどうなるんでしょうか。 A 枯れる、 B 枯れない。 B でしょ、枯れないでしょ。はい、 B やつで。激しい環境に強い赤松。そうだよね、昼間は焼けつくような温度になるもんね。岩や砂ばかりの栄養もない、そんな場所でも育つと。ちなみに三山霧島もてか結構ツツジ系のツツジ系統の植物は大体なんか強いイメージですね。割とそういう酸性強めの土壌とか、まあ、栄養素のない土壌でも育つことができるっていうね、そういう過酷な環境でも育つ植物としてなんとなく僕は認識しておりますね。北海道でもね、見たんだよね、ツツジをね。イソツツジかな、そういえば。なんか実がなった。なんだこれ。はい、サンサロ到着です。こっからですね、さらに上がっていきますね。確かこっからの方が急坂って書いてあったような気がするな。はい、そうです、こっからが急坂です。ここでバテてるともうこれ以上登れないぞという感じかな。土壌が完全に火山だ、いいね。すげえ出てきた。てか近っ。全然近かった。来ちゃったね、ここまで。早かったね。これは確かにジーパンでも来るよな、地形も。変わりましたね、地面の感じ。そこからさらに深くなるか。鉄分でしょうか。おお、綺麗やな。三山霧島が白から咲いておりますね。なんか沖縄の石灰岩に咲くハイビスカスみたいだね。すげえな。後ろもとんでもねえことになってます。俺は一体どっから来たんだ。すげえ。北海道思い出すね、なんかこういう大地は。意外とこのガレ場がすごく滑るので難しいですね。こうやって簡単に滑っていくんですよ。この辺の岩を噛んで歩かないと滑る。しかも大きい石とかね、落としちゃうと下の人がね、被害に遭う可能性があるので、結構慎重に歩かないといけないね。右側、火口がね、ちょこっとだけ見えてます。うわ、すげえ。やべえ。早く見たいですね。風が出てきましたね。うわうわ、すげえ。これはやばいんじゃない。やば、うわうわ、しかも三山霧島結構綺麗に咲いてるね。
げー、かっちょいい。これはすごいね。地層すごいぞこれ。ガバー取れてめっちゃ地層が見えるようになってます。すごいなこれ。こんな感じの景色になってます。こっから見ると結構でかくて、よーすごいですね。すごいです。崩れてここだけ谷になってますね。すごい。はい、こっからですね、今お鉢の方を背にしまして、このいよいよ高千穂の峰に登ります。とうとう見えてきた。これが霧島神宮一代目、名前を忘れた。はい、到着いたしました。すごい、なんか美山霧島が普通に咲いてるっていう野生に咲いてるっていうのが面白い。いやー着いたね。これが霧島神宮一代目と、最初の霧島神宮ですね。入ります。じゃあせっかくなんでお賽銭しときます。1台目違うか、2例見えてきた。天の坂鉾じゃないですか。お疲れ様です。そうですね、ちょっとガスってますね。坂鉾こちらでございます。これがニニギの御事が刺したと言われている天の坂鉾ですね。虫たかってます。すげー。はい、このパノラマですね。うわーうわーって感じだねこれ。すごいね。こっちが避難小屋ですね。今日の宿泊場所となります。避難小屋ね、どうかな。おおすげえな、天井開いてるね。雨の日どうすんだ。半地下みたいな感じになってるね。
綺麗じゃないけど綺麗、天窓あった、洒落てんな、天窓がある。寝る場所は床かな。ベンチが意外となんかいろいろ敷いてある。床かこんな感じです。小屋のすぐ前の景色がこんな感じですね。見られる場所この辺かな、この辺じゃないはい、せっかくなんでね、今日の装備をご紹介してみたいと思います。バックパックはこちら、まあ最近よく使ってますね。最近結構前から使ってるんですけど、ハランテの、まあ、ジョイっていう、ね、25リッターのバックパックになります。これね、まあいいところはやっぱり行動しながら何でもできるっていうところで、こうフロント部分ですね、こう背負った時のフロント部分ですね、ボトルがしまえたりとか、まあ、あとここにね、ヘッドネット収納してたりとか、そのボトルの下にね収納スペースがあるので、こうやってヘッドネット出したりとかできます。今日意外とそんなに虫いなかったんでヘッドネットいらずでしたね。で、左側には行動食入れてます。カロリーメイトとかでね、がっつり行動食取ったりとか、その下には今ライター入ってますね。とかキャンディーも入ってます。キャンディー入ったりしてますね。まあ、基本的にもうバックパックを下ろさずにずっとゆっくりゆっくり歩くっていうスタイルでやってます。日帰りハイキングみたいなね、感じですね。はい、こんな感じで空がね綺麗になりました。日が沈む直前までね見たいんだけど、雲がね邪魔して隠れそうですね。なかなか気温がね低くならないと思っていたけど、意外と寒くなってきて、ね、ブランケットを使いつつ景色を眺めております。時折ね歩き回ってね、火口を見たりとか周りの景色をね観察してます。もうちょいね雲が取れればね綺麗だったろうね。隠すもらうとこ見たかったね。こっち側はね、比較的雲取れてて、月がね、ほぼ満月ですね。あんまり今日星にも期待はできないかな。こっち側がポツンと立ってる、これがですね、桜島です。で、桜島の手前に錦江湾が見えますね。錦江湾もね、火山の爆発で、ほんとカルデラなんですよね。で、こちらの一番高い山、奥に潜む高い山が、唐国岳ですね。拠点にいる間に唐国岳も登ろうかなと思っております。一番手前が中岳で、その奥が新萌岳かっていう感じですね。お、夜景が見え始めてきたぜ。
そっか、町がね結構見えるんですよ。こっちは霧島の町、こっちはね、宮崎がこっちの方面かな、うん、宮崎方面ですね。こっちははい、こんな感じで展開しております。今日はこのベンチの上で、結構細いけどここで寝てみようかなと。床よりはねまだマシ、本当は多分そこがいいんだろうけど、なんかいろいろ置いてあるから、ここかな。ちょっと寝てみるか。腕が落ちるな。今日ならこの FD ストーブを、ね、たくさん試すことができそうですね。時計を入れた状態で、あ、そう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 、あとこれ蓋がね、これついてるわけですね。この固形を蓋で消化して、でまたもう一回使えるという感じ。ただ着火するときに、これ着火マンがね欲しくなるんですね。これもう一回着火するのがね結構難しい、ね、こういう感じになっちゃう、ね。こちらになります。じゃじゃーん、ハイパーライトのこのティーパックに入れてきたのは、あ、でした、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃった、UL 弁当ですね。ちょっと巷で大人気ユールベントトムヤムリゾットです。ただこの鍋に水 300cc と本瓶を入れてかき混ぜながら3分煮て完成っていうのでね、ちょっと
ハードルが高いなっていう感じなんですけど、バーナーガスガスの方が良かったかな。300やからもうちょいなんかな、これぐらいかな、どれぐらいまでいけるか。自在に変身できるはずです。高校生にだって結局地べたで寝ることにしました。なんかだんだん抵抗なくなってきたわ。じゃあ UL 弁当のトムヤムリゾットね、いただきます。あ、おいしい。辛くて魚介が効いてる。風紀や伝統神宮から高千穂のみでの、ね、登山終わります。今日寝ます。明日はですね、麓に降りて、あ、中岳のね中腹ぐらいまでちょっとお散歩して、ね、ちょっとお花でも見れたらなという感じですかね、うん。まあ、歩いてみて思ったのは、やっぱ霧島神宮があるところがね、もうほぼ町ということで、そこからね、どん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 上に上がって地質が変わっていく様子が見れたりとか、ね、あとやっぱこう歴史に思いを馳せるというかね、霧島神宮を見て、それからビジターセンターの方、高千穂河原の方で、2代目の霧島神宮の跡地、そして、上まで登って、まあ、1代目ですね、見てすごいなんか本当に信仰があった山なんだなっていうのをすごい肌身で感じることができたりとか、あとビジターセンターで、まあ、なんかまた新しい知識を得て、まあ、それぐらいね、7600年前かな確かの、大地を歩いているっていうとかこととかね、すごい爆裂火口、まあ、火口を見てですね、なんかこう、まあ、その噴火の大きさとかをこう感じたりとか、ね、なんかいろいろ地形と信仰がいろんな、ね、絡み付きがあったりとかして、で、まあ、霧島神宮が移動していったみたいな、ね、そういう過程が生で見れたのがすごいなんかこう面白かったですね。いろんなトレイルがある中でもすごく、まあ、そういうトレイルは、なんだろう、奥行きがある感じですよね。ただただ景色がいい、感動する。もちろんそれはね、今回も良かったんですけど、まあ、その背景にもいろいろとね、ストーリーがあるっていうのがすごくね、ハイキングしてて楽しかったし、全国的に見てもね、こんなに信仰をね、信仰山自体をこう信仰しているっていうのが分かりやすく出ているっていうのは多分ね、高千穂の峰が本当に分かりやすいんじゃないかなと思うんで、まあ、なんかそういうちょっと稀有な山に来れたのも良かったです。四国で信仰っていうものをなんとなくこうあるんだなっていうのも分かったし、去年天富歩いて地形とか信仰とかっていうのの存在を知って、で今年四国で信仰をよりなんかこう何なんだろうなっていうふうに、アンテナを張ることができて、で九州でこうやって地形と信仰が絡み合ったところに来れたっていうのがね、すごくなんかこう自分の中での流れとしてもすごく良かったなって感じです。というわけで
おやすみなさい。あと山小屋やっぱり苦手ですねできればテント泊したいですね。テントってやっぱすごい快適なんだなっていうふうにちょっと思いました。まあ、風は山小屋の方がいいけど、やっぱなんか不安ちょっと怖いよね。不気味だなって感じですね。プライベート空間ではないなって感じです。はい、っていう感想でした。おやすみなさい。おはようございます。現在時刻は5時半ですね。明るくなりましたね、だいぶね。ちょっとすごいぼやぼやする。今日の朝ごはんですね、四国 UL 会でいただいたあのせいさんっていう方にいただいたそば米雑炊です。いただきます。結構体が冷えたんでこれで温まりたいなと思います。いただきます。優しい味がしますね。桜島がくっきり見える気がする。雲海がね、至る所にあります。空気が澄んでる気がする。昨日よりちょっとやっぱ冷え込んだかせいか、ほらもう早速滑ったね今。あんまり勢いつけて下らずに、まあ、ゆっくり下るのがいいんでしょうね。から出ますので、また授業しておきたいなと思います。失礼いたしました。到着。下りはあっという間ですね。はい、というわけで1泊2日の高千穂の峰編を終了いたします。火山の噴火という自然の脅威を神と見立てて信仰してきた人々の思い、そしてそんな人々が作った霧島神宮という信仰の場、火山の噴火による神宮の移動、そして今も残る信仰の跡、それらをハイキングというツールを使って自分の足で辿って実際に見るというね、私のフィールドワークでした。少しでもね、このフィールドワーク面白いと感じられたら、ぜひコメントいただけると今後のね、活動のやる気も出るので、ぜひよろしくお願いします。ちなみにこの後は中岳方面へ三山霧島を見に行きました。ちょうど綺麗に咲いててよかったです。お次は九十連山。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。いいねやチャンネル登録していただけると、今後の活動の活力とありますので、どうかよろしくお願いいたします。ミニマルズギアーズでは YouTube やブログで軽量化したキャンプ道具の紹介がメインですが、オートキャンプからバックパックキャンプ、自転車キャンプ、ハイキング、ロングトレイルまで様々なチャレンジをしておりますので、ぜひ見てください。またオンラインショップではオリジナルステッカーとか T シャツ、手ぬぐい、そして僕のお気に入りキャンプ道具をですね、販売しておりますので、一度覗いていってくれると嬉しいです。